チェコスロバキアの大統領ベネシュは西側列強の支援を期待します。しかしあくまでも戦争を避けようとするイギリスやフランスはむしろ彼に譲歩を進めます。戦争よりも融和を。彼らはこの時点においてもまだドイツを手なずけられると信じていたのです。血に飢えた狼は子羊を目の前にしてたけり狂います。